太平洋戦争中に記された日記である。1975年に筑麻書房より出版された、同年毎日出版文化賞を受賞した、太平洋戦争の終盤、フィリピンに送り込まれた小松真一の体験記。奇跡的に命拾いを重ねた異常な現実を捕虜収容所内で、豊富な絵と簡潔な文章で記録。 このドキュメントは骨壺に隠し、日本に持ち帰られ、戦後30年間、著者が亡くなるまで、銀行の金庫に眠っていた。一個人の見聞きし体験したままの、この、絵日記はけうで貴重な太平洋戦争の一時資料である。ジャングルで記したメモ太平洋戦争の終盤、石油の供給を断たれた日本軍にとり、ガソリンに代わる燃料を確保できるか否かは、死活問題であった。 当時、小松真一は32歳、二児の親。醸造発酵分野で先端技術を身につけていた。台湾でブタノールの量産に結果を出し、軍によりフィリピンの戦場に招兵された。マニラ府人当初、深刻な日本の空気とは逆に、現実逃避で緩み切った戦地の現実に戸惑う。危険気はあまりないフィリピンの島々を技術指導のため、命がけで行き来する。 最終的には、ネグロス島で、空爆とゲリラの襲撃をかろうじてかわしながら、燃料増産に邁進する。しかし、米軍上陸と、同時、ついにジャングルに逃げ込む。軍関係者と一般人ともども、武器や、食料の準備もなく山岳ジャングルを逃げ惑う。投降までの半年間、米軍の攻撃や上で半数が命を落とす。究極の非常事態にむき出しになる、人間模様。 そして、軍組織の崩壊。どのようにして新一は命をつなぐことができたのか。生と死の狭間の逃避行。投降後も、捕虜生活は、上との戦いが続く。収容所をたらい回しに移動させられ、様々な種類の日本人と接する。帰国まで一年半の間にこの日記を書き終える。日本の捕虜にとって収容所は、思想的真空地帯だった。 軍国主義は画界し、しかし民主主義はまだ届いていない。この特殊な状況下で日本人の様々な特性が浮かび上がってくる。新一の日記集オリジナルとなる小松新一の日記は漂流するヤシの実、密林の方向、鳥子人日記からなる4冊の日記と5冊の画集、計九冊で構成される。これらのノートは手製の和と字で、表紙は梱包用クラフトし、 中はタイプ用紙、わとじの糸はカンバスベッドのカンバスをほぐして作ったものが使われた。日記は鉛筆で描かれ、絵は鉛筆のスケッチの上にマラリアの薬であるアテブリン錠を水で溶いたもの、マーキュロクロム液などで彩色されていた。序章で高果不効果レーテも仲間から唯一引き抜かれてルソン島に連れて来られ、誰一人知った人のいない。 オードネルの労働キャンプに投げ込まれた。話し相手がないので、毎日の仕事から帰って、日が暮れるまでの短い時間を利用して、記憶を呼び起こして書き連ねたものである。と記したことから、小松はこの日記を、オードネル収容所に移された1946年4月頃以降に書き、それ以前の記録については、自身の記憶と、軍隊手帳等に書かれたメモをもとに日記に書いたと推測される。 そして、小松はこの日記を骨壺に隠して、日本に持ち帰った。オリジナルの日記は、以後銀行の金庫に、約30年間眠ることとなった。1973年1月に、著者の小松真一が、没後、雪夫人の編集により、1974年1月10日に、鹿番として出版された。鹿番、取子人日記は、友人。 知人等の関係者に配られただけであったが、知人らによって読み広げられていくうちに、やがて月刊、現代の笠原編集長の手に渡り、笠原が山本七平に本書を紹介した。そして、山本によって本書の論説が、現代1974年8月号に、もう一人の異常体験者の日記、あれから30年、私を感動と共感の渦に巻き込んだ一冊の戦記、 というタイトルで掲載された。また、山本は本賞をもととした連載を、野生時代1975年4月号から1976年4月号まで行った。この連載は後に、日本はなぜ敗れるのか、敗因21箇条として出版された。前述の山本七兵による、現代での紹介をきっかけとして、数社から、トリ人日記出版の申し出を受けた。 長く読み続けられるために文庫になることを考慮してという山本のアドバイスもあり、本書はくま書房から出版された。くま書房版はオリジナルの4冊の日記のほとんどすべてを収録し、画集から抜粋された絵を挿入、部分的に注釈を加えて編集されたものが1975年6月30日に出版された。また、2004年には文庫本として同じく、 地区間処から再刊行された。山本七兵は本書を最初に取り上げた、現代で以下のように紹介した。戦争と軍隊に密接してその家中にありながら、冷静な批判的な目で、しかも少しもジャーナリスティックにならず、すべてを淡々と的確に記している。これが本書の持つ最高の価値であり、おそらく唯一無二の記録であろうと思われるゆえんである。 山本七兵、もう一人の異常体験者の日記、あれから30年、私を感動と共感の渦に巻き込んだ一冊の、エイリヒト戦記と日本人また、山本は、野生時代の連載においても、自身の体験を交えながら、日記を書くための紙も、筆記具もない当時の労働キャンプで、書く行為自体の大変さや、米軍やその部下として働く、日本人による募集を逃れるために日記を小筒に、 隠して日本に持ち帰ったことへの理解を示したり、本書の至る部分を引用しながら、その解説を行った。ありがとうございます。